皆さん、こんにちは。7月12日金曜日、FM ルーマー情報局のお時間です。本日の担当は、伊波理子です。さあ、本日は、うるま市役所からのお知らせのコーナーです。さあ、早速ですね、うるま市役所からお越しいただいております。それでは、ラジオをお聞きの皆様へ、お声の紹介も兼ねて、自己紹介、お願いします。こんにちは。うるま市役所子ども家庭課より参りました、伊佐と申します。同じく、子ども家庭課の上間と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日は、どういったお話をしていただけますか？はい、今日は8月から始まる児童扶養手当、はい、特別児童扶養手当、母子及び父子家庭等医療費助成の現況届についてご案内いたします。はい、よろしくお願いします。はい、では、まずはじめに児童手当とはどのような制度なんでしょうか？はい、児童扶養手当とは、父母の離婚や死別などにより、一人で18歳以下のお子さんを養育している母子、父子家庭の方、または両親に代わって児童を養育している方、または両親のいずれかが身体等に重度の障害がある児童の父親や母親に対して生活の安定を図るために手当を支給する制度です。はい。では次に特別児童扶養手当とはどのような制度なんでしょうか？はい、特別児童扶養手当とは、身体や精神に政令で定める程度の障害がある20歳未満の子どもを養育している保護者などに対して児童の福祉の増進を図るために手当を支給する制度です。はい、それでは3つ目の母子及び父子家庭等の医療費助成とはどのような制度なんでしょうか？はい、母子及び父子家庭等医療費助成とは、母子及び父子家庭等に対し医療費の一部を助成することで生活の安定と自立を支援し福祉の増進を図ることを目的としています。こちらの制度は児童扶養手当の受給対象となる方が対象となっております。はい、ありがとうございます。それでは現況届はどのような手続きが必要なのでしょうか？はい、児童扶養手当、特別児童扶養手当、母子及び父子家庭等医療費助成を受給中の方へは、毎年8月に現況届の提出をお願いしております。こちらは現況届を通して、現在の児童の看護状況や世帯の収入状況などの確認を行う手続きとなっております。11月以降も継続して児童扶養手当、特別児童扶養手当、母子及び父子家庭等医療費助成を支給するためにとても重要な手続きですので、必ず提出をしていただく必要があります。対象の受給者の皆様へは、7月中旬頃に通知を発送する予定ですので、通知が届きましたら必ず封書の中身のご確認をお願いいたします。はい。では通知を確認した後に現況届を提出するにはどのようにすればよいのでしょうか？はい、例年現況届の提出方法は会場での対面による提出または郵送による提出となっていましたが、今年度からオンラインでの提出が可能となりました。オンライン回答ご希望の方は7月中旬頃に発送する現況届の案内文の中に QR コードがございますので、そちらをスマートフォンで読み込んでオンライン回答を行ってください。オンライン回答の場合、8月1日から8月31日までの期間なら24時間届け出が可能です。なお、今年度からは郵送による提出はできませんので、これから発送する現況届の案内文の中に返信用封筒は同封してございません。どうしても事情があり、郵送による提出をご希望の方は、うるま市子ども家庭課までご相談ください。電話番号は 098-973-4983 です。繰り返します。098-973-4983 となっています。ので、よろしくお願いいたします。はい、なるほど。オンラインでの提出が可能になったということで、受付会場に行かずに自宅で届け出ができるのは嬉しいですね。では対面で
提出したい場合はどのようにして書類を提出したらよいでしょうか。はい、会場での届出については8月1日木曜日から8月23日金曜日まで、土日祝祭日を除いてうるま市役所東棟3階の大講堂にて受け付けています。また平日の来庁が難しいという方は8月11日日曜日も同じくうるま市役所東棟3階の大講堂にて受け付けています。また現況届の受付会場にはハローワークや一人親家庭支援事業を実施しているうるはしやうるま市母子家父福祉会の出張所が開設されますので、ぜひご利用ください。日曜日にも窓口の開設があると、平日お仕事される方は助かりますよね。では、現況届けの手続きはどのような書類が必要になるのでしょうか。はい、必要書類は受給者の方の状況によって異なります。送付する案内文に提出が必要な書類を記載していますので、ご確認をお願いします。通知の確認が大事なんですね。ではもし現況届の提出が遅れた場合はどうなりますか。はい、現況届の提出が遅れると手当の支給が期日に間に合わなくなることがあります。児童扶養手当については令和7年1月以降の支給、特別児童扶養手当については令和6年11月以降の支給に影響が出る恐れがあります。そのため必ず期限内8月中での届け出をお願いします。また令和6年度の所得の申告がお済みでない場合にも手当の支給が遅れることがありますので、今月中に所得の申告をしていただくようお願いします。はい、ありがとうございました。はい、それでは最後に他にも何かお伝えしたいことはありますか。はい、今回ご案内した内容については広報うるま7月号およびうるま市のホームページにも掲載していますので、合わせてご確認ください。また現況届に関する最新の情報については随時ホームページ等で周知しますので、ご確認をよろしくお願いします。以上、うるま市役所子ども家庭課より児童扶養手当、特別児童扶養手当、母子及び父子家庭等医療費助成の現況届についてのお知らせでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本日はうるま市役所子ども家庭課より伊佐さんと上間さんにお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。